最初話したんですけど、社会で言うとなんかね、日本史だとセンター試験の点数が驚くほど取れるみたいな、ちょっと萌え系の絵が描いてあるもんで、僕萌え系の絵はちょっと抵抗感あったんですけど、友達が使ってていいよっていうので買ってみたら実際良かったみたいなね。理科はね、本当にレベルによるんですけど、僕は物理はね、微積を使ってバリバリやってたんで、微積物理ね、本当に微積物理は超いい。微積物理超良すぎて、講座あるんで、ぜひね、概要欄の方から見てほしいなと思います。微積から学ぶ、微積で学ぶ物理、力学ね。超いい、いいんですけど、それが、かなりね、レベル高いものになっちゃうんですけど、なんだっけな、駿台の一番難しい物理、新物理入門っていうものがあって、その参考書の付属の問題集みたいなもので演習積んでましたね。で、化学は、新化学演習みたいな、なんかそういう赤い分厚い定番本みたいなものがあって、それでやってましたね。ただ、それもどれもね、ハイレベル寄りなので、レベルに、それぞれのレベルに合わせてやってほしいなというふうに思います。